どうも、ドラゴンズドグマの実況プレイです。装備こんな感じしましたね。コルセット、これ貴婦人のコルセットというやつ。これ結構お気に入りかな。あとはオーバーウェアでホワイトウルフケープね。こうなんていうか高貴な感じになりましたよね。漁師の娘さんと思えない 孫にも衣装みたいな感じだな。お姫様っぽくなった。ジャンプしてしまった。で、あとなんだっけ、サクラと変えたか。で、今回はね、サブクエストできそうなやつやっていこうかなと思ってます。まずこの先になんかリザードマンが救ってるって話になってて、マップ見ると拡張されてるんですよね。この辺りだと思うんで、ちょっと行ってみようかなと思います。なんかいるな、そこ。敵じゃなさそうだけど。あ、いますね。こういうね、でかいやつがいるんですよね。で、まだ倒してないんで。あ、これかな？いや、違うな。うん。あ、いた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 。こいつだ。よし。一応、ランタンつけるか。これ動画裏でやろうとしたときに、逃しちゃったんだよな。どこだ？そのでかいやつ集中狙いで。どこ行った？親玉がいると思うんだよな。クエストですべきことを学びました。よしよし、倒したみたいだな。よし。いやー、びしょ濡れなんですけど、まあいいか。で、あとね、これやろうかなと。まあ昨日祈りの滝に連れていく、やりましょう。もう来てる？あ、いたいたいた、そこにいたのか。よろしく。なんか嬉しそうだな。じゃあ行きますかね。よーし。じゃあマップ見る。祈る滝ってこれですよね。この辺りにやっぱりこう、リザードマンがいるんで気をつけたいかなと思いますけど。よし、じゃあ行こうか。で、まあ、動画撮ってる時に見つけた宝箱を開け直したりしてました、動画裏で。違うものが出るでいいですね。さあ、じゃあここをですね、まあ、途中で川に合流するので、そこから行きますか。狼は群れで行動します。こうカラスも倒したいなと。カラスを撃ち落とすみたいなことやろうかなと思ってるんですけど。この辺りはいるんだけど。ちょっとゆっくり行かないとな。25は撃ち落とすってすげえ大変なんですけど。今何話だっけ？ 17 話まで撃ち落としましたね。あ、いた。よく攻撃機会を見定めましょう。見えない。ちょっと木の邪魔すぎる。いなくなっちゃった。まあいや、じゃあそこにいるやつ、ちょっと待った、そこの人邪魔なんだけど。よしよし、これ18話だな。これで19か。あと6話、大変だな。1往復で1話しか倒せない時もあるしな。狼が邪魔だよな。あそこにもいるか。これ2話やった。よしよし、これ結構やったな。あ、それもか。よし、
あともう少しかな。今何話になったか調べるか。あと2話だ。ちょっと寄り道するかな。それともキナの後にあるか。あと2話。この枯れた森の奥には修道院がありますよ。まあいいか。とりあえずキナの方最初にやっちゃおうか。そこ川になってますから、そこから行けると思うんだ。来てる、ちゃんと。何かあるようです。嫌な匂いが漂っていますね。さあ、サルファーリザードマンがいます。聞いてない。何かダメージ受けた。こいつじゃ本当やりづらい敵だよな。全部やった。まだいる。よし。よし。キナ何やってんの？何またがってんの？ちょっとアイテムの整理を。よし、じゃあ行きますか。ここ多分北上していけると思うんだ。待て待て、水の中行く必要はないよな。でもキナついてこれるかな。そこだよな。来たね。リザードもいるんじゃない。大丈夫。あ、来たね。よーし、達成しましたね。あいつ一人で帰ってったっぽいですね。よし、じゃあカラス撃ち落とそう。うな、聞こえ聞こえてない気か。あ、そこいるね。一気に。道を見失いそうなら地図の確認を。よし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 。結構お金もらったぞ。やったね。あとね、今続行中、継続中なのはゴーレムを倒すってやつですね。あと1体で達成できるのかな。足裏倒したから。よし、この肩。正面窓だよな。よし、火が邪魔で見えない。赤くなるな。あと撃てっか。
っとあっと、ちょっと待て待て、よし倒した。これ結構重かったな。あとあれだ、マクオメータルゲットしたことあるだろう、出たかな、あったあった。じゃあメインクエストの報告やっちゃおうか。よーし、やはり救済の連中は何かを企んで集会を行っていたのです、ね、まあ前回の話は続きですよねこれね、うん、そのエリシオンとやらを取り逃がしたのは返す返すも残念でしたな。我が方も一層の警戒に努めますが、キャツはこの後も各社殿を狙うやもしれません。お気をつけよ。ともかくご協力に感謝します。クエストが、うん、あとは秘伝が受注可能な流星の任務についてお伝えしましょう。こちらからお選びください。じゃあ通達を聞くってやってみるか。各社様、両王様から喜ばしい知らせがございます。詳しくお伝えしましょう。これより謁見の流れとなります。王がいよいよお目通りを許されました。ご活躍著しい各社様をぜひ激励したいと。なんと名誉なことでしょうか。ただ謁見を承諾いたしますと、現在の任務はすべて解約となり後任に引き継がれます。またお預けしている流星の許可証も回収させていただきます。やり残したこと、気になることがある場合は謁見を承諾する前に片付けておくことをお勧めします。いいですか、今一度確認を。謁見を承諾するとそれでもよろしいですか。じゃあどうしようか、もう実は一つだけ気になったことがあるんだよね。とね、この門の入り口のあたりで何かありそうなんだよ。さあ一旦外出てきた。この人この人、あのこれお伝えしていいのかどうかわからないんですが、先ほど怪しい風体の人物が城門前にふらりと現れて、各社はここかなんて聞いてきたんです。よく知らないと答えると、俺のことは言うなと凄まれて、あれ相当言ってる目でしたよ。各社様、誰かに恨みでも、お気をつけください。恨みは随分勝ってると思うけどね。でも小悪党ばっかだぞ、これは怪しいですよね。襲撃者を警戒して行動するって書いてありますね。喉元の刃って書いてある。これ何が起きるんだろうな。うん、街道の探索地はより注意深く歩かなくてって書いてありますね。だからちょっと歩ってみようかなとね、夜のお散歩しようか。アイテムを拾います。では襲撃してくるかな。どうする。軍備に知性、両王も苦労が絶えないことでしょう。なんか出るかな。両手の近くは少し安心します。でこれはゾンビの音だよなきっと。もうこれ大したことないよねそれね。優勢に立てるよう考えます。昼間攻撃してきます。気をつけて。この勝利、我らの力あってこそ。これもただのゾンビだよな。私あっての成果でしたね。そこなんかあるね。何かあるようです。よし。かつての戦いでこの辺りの家屋や城壁も失われたようです。なんかやたら霧っていうか、この辺りだな。
なんだろう、何があるんだ。罠でも張っているのか。何ですかね。赤い丸ですよね。あれ自分でマーキングしたのかな、あれって。なんかの入り口とかかな。いや、特に何もないな。襲撃か。あ、いたな。あ、でもこれ普通のやつだよね。で、これいつもの襲撃じゃないか。あ、間違った。いや、間抜けな奴らだよ、こっちが。我々の勝利です。その赤丸気になるのは何なんだろう。これは入手しておきます。え、どうせろくでもねえ本だろう。多分自己啓発系のさ。あ、よし、いけたいけた。これ何かあるんだろう。これか、あったあった。うん、よし。そしたらじゃあ次どこだろう。これどこなんだ。5っていうのは。遡ってみるか。あ、これもすぐ近いとこにあるわ。どこだ。そっちか。この辺り。これも上かな、もしかして。多分。あ、これ使うのか。よし、あったあった。うん、では4はどこだ。4、ここだ。カサリスの方だな。さあ、残りはこの辺りっぽいんだよな。もしかして中に入れってことかな。各社様の育った村。さあ、宝探しだね。よし。我々にとってもここは安息の場です。星高菜は村の特産のようです。ここだ。違う、上か。離れたぞ。この上かな。で、夜こうなんかやるの楽しいですよね。この辺りなのかな。あったあった。うん、じゃあこっちだ。アイテムを拾います。また落っこちた。お邪魔します。この辺だよな。
この辺でしょ。あ、これか。あったあった。うん。あと2つだな。どこだ今度は。ここか。この2箇所ってことかな。なんかイベントがあるってことだ。誰あれ。なんかあるね。まあいいや、ほっとこう。いや、メタル取ってからちゃんと行くけどさ。この辺り、ここ乗れる？いや、乗れない。この上だよな。どうやって行く？そこ、わざ降りちゃっていいのか。ここじゃないよね。宝箱を開けます。この辺りだよね。あ、あったあった。トルノスターの中にあった。あとはこれ最後の一枚か。うん、その崖の方だ。降りちゃっていいのかな。この辺りだって話だよね。見当たらないですよね。やはりこの辺りのはず。あそこ宝部屋ですよね。あそこは今回用はないんで。いや、ないんだけどな。その下？ここか。多分ここだ。あ、あった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 。ちょ、見えますか？これこれこれ、これだ。よしよし。よー、取った取った。よし、じゃあ、さっきのイベント見ようか。あ、いたいたいた。夜になるといるんだ。どうする？矢で狙撃する？先手必勝でやりますか。私の姿が見えるのですね。お化け。ならばあなたは竜に知られ、定めの輪に囚われた者、各者であるあなたに恋います。どうかその力をお貸しください。あ、なんだろうね、楽しそうだね。ありがとう。今ここにあるのは私の遮影、実体ではありません。あなたに来ていただきたい場所があるのです。そこまでご案内しましょう。あ、なんだろう。あなたはあなたの意志でその使命を受け入れたのですか。ん？ダークアリスって書いてある。なんか始まった。そう、あなたは各社でしたね。ここは先ほどの浜から遠い沖にある島、黒樹島。
私はあなたに探索をお願いしたいのです。そういえばコメントでその名前聞きましたわ。さあどうする？本来なら私はあなたに何もかもを説明すべきなのですが、私はどうやら自身の置かれた状況、なすべき目的、自身の過去すら判然としないようなのです。今わかるのは、私もまた何者かによってここに呼び寄せられ、ここを動けずにいること、遠くにあなたの思念を感じ助けを求めたこと、あなたを呼べばその何者かの願いを叶える力になると直感したこと、私にはここであなたに助力する役目が与えられている、そんな自覚があるのです。なんか掲示板もある。徘徊する各社を探せ。告示アイテムを解除せよ。覚醒した武具のさらなるアップグレードを行え。なんか面白そうだね。どうしようかな。次回どうしますか。私には解除、呪いのかかった品を浄化する技の心得があります。あなたが探索中そうした品を手に入れたら私に預けてください。ただし力を込めるのに若干のリム、結晶の力を必要としますのでご了承、私の力をお貸しします。あ、なんかいろいろできるな。あなたへの助力こそ進展の鍵のようですから。ジョブ変更とかもできるね。お気をつけて。なるほど、すごいとこ来ちゃったな。朽ちた掲示板のようなもの。万全の準備を整えましょう。何かあるようです。じゃあ開けてみる。いや、やった。さあちょっと今ちょっと迷ってますね。多分これダークアイリズムで追加された要素みたいな、そういうやつですよね。物語を進めるかそれともこれをやるかちょっと迷ってます。はい、じゃあ今回はこれで終わりします。というわけでご視聴ありがとうございました。